外国語コミュニケーション学科韓国語コース1年生の松原和葉です。今日は私のとある一日を紹介したいと思います。普段私は12時から6時まで寝ています。起きたらまず準備をします。8時頃学校へ登校して、9時半から12時半まで2コマ授業があります。12時半から1時半まで1時間お昼休憩もあります。午後の授業は1時半から3時まであります。外国語コミュニケーション学科韓国語コースは文法やトピック対策だけでなく、韓国ドラマを取り入れた授業や韓国文化を学ぶ授業もあるので、楽しく韓国語を学ぶことができます。入学前はあまりできなかった韓国語も、私は今では日常会話ができる程度まで上達することができました。授業が終わった後は学校の近くにある新大久保に友達と遊びに行ったりもします。帰宅後はその日の課題や復習をやります。進学と同時に上京してきたので、普段の食事は自分で頑張って作っています。夕食後は次の日の準備をしながら過ごしています。そしていつも日付が変わる頃に寝ています。これで私の一日の紹介を終わります。